じゃあ行きますか。行きましょう。早速始めたいと思います。最初マーから行くよね。そうです。あ、だったよね。そう、カラルタのマーからね。マーを2回読みますので、はい、行きます。マガタマは過去と未来の首飾り。マガタマはちょっといいですか、ちょっといいですか、ちょっといいですか、はいはい、素人ですよね。素人ですよ、読み方が。ちょっと一回本物で言っていいですか。どうぞどうぞどうぞ。読み方はこうです。はい、マガタマは知らない。過去と未来の首飾りですよね。だいたいニュアンスそんな感じ。どうですか、ちょっと一回読むのもいいですか。マガタマは、あ、いいね。過去と未来の首飾り。でもちょっと庄司さん、ちゃんと読んでくださいね。僕らあの読み方結構あれなの、シビアなんで。やってる側は気持ちがね、全部そういう感じで読めば、はい、もうそういう感じです。じゃあ行きます。はい、マガタマはいいね。過去と未来のちょっと待って、歌っぽくなっちゃってる。まあいいや、まあいいや、歌だから。あ、そうだね、歌ですから。はい、首飾りマガタマ。長いな。過去と未来の首飾りのみの。うわー、すごいすごい早い。農民の苦しみの形、秩父事件。秩父事件。説明する、秩父事件のこと。大丈夫。まあ、後々。やりましょう。じゃあ次行きます。はい。いざー。はい。返事ごめんなさい。よっしゃー。返事ね。はい。よし。いざ出陣、太平目指し、直実公。うん。雲よりも、はいはい、すごいな。早いですね。ちょっと待って、すごいな。雲よりも高く飛んでけ、白子バト。あ、白子バト、いいですね。剣の鳥なんで、剣の鳥ですね。はい、いきます。はい、羅漢様、はい、うわー、勝てないかもしれない。ちなみにこれは、羅漢様、どこか似ている友達に。ディスってんだよ。友達のことディスってんだよ。いきます。はい、半儀にて、はい、すごいな。半儀にて歴史を刻み名を残す。はい、いきます。はい、諸葛、はい、あ、下だったね、今下でしたね。諸葛図、諸葛図、ちょっと待って、秋はもみじの両神さん。両神さんですね。両神さん頑張りましょう。やす、はい、いきます。巾着だ。はい、はい、と、触ってもらった。今、お互いに触ったけどね。今、お手つきじゃなかったですか。僕はお手つきに触りました。触ってんの。でも僕、蚊がずれて触りましたよ。でも触りましたよね。触りましたよね。でも、触っても出すものがないから。一回じゃあこれ、なしにしましょう。じゃあこれまた、じゃあ後々じゃあまたやります。いきまーす。はい、連綿と、はい、おお、手じゃない？え、で、レじゃない？レです。聞き間違い、聞き間違い。マジか、ちょっとちゃんと発音してよ。だって、んじょんはレってなかったでしょ。俺だけレだもん。レなんてねえよ。レなんてねえよ。やばいやばい。ちなみにこれは、連綿とサイバラカグ。え、読めないな。サイバラカグラ響きあり。はあ、これわかんない。れないかもしれない。ちょっと よくわかんないです。まあ僕も今日ぐらいが足りないみたいです。じゃあ行きます。はい、夏の夜。はい。八。すごい。素晴らしい。マジで。俺これ一番パーフェクトいけるかも。いや、でもそれは無理だろ。夏の夜、八形城に咲く花火。なるほど。ああ、素晴らしい。
風流ですね。無理だな。次行きます。はい、ジョイイチゴ。はい、おい、うおー、ジョイだから。やばい、すごい。ジョイだから。おいの銀行でしょ。ちょっと素晴らしいです。ほら、おいの銀行だ。すごい。ジョイイチゴ、未来、未来を開いた荻野銀行。すごいな。日本のジョイ第1号だからね。はい、次行きます。はい、あぶねー。ふるさとの、はい、手前って意外とでも見えないよね。うん、見えない。ふるさとの桜の名所、権現堂。権現堂、権現堂ですね。あの、さっぺの方ですよね。やっと一個取れたわ。そうなんですか。愛がありますもんね。愛がある。いきます。はい、ホイッスル、はい、あ、そうだ、そっちだ。はい、というわけで、お手つき、好きなやつ選んでいいよ。おぎろ、おぎろ金庫。俺のおぎろ金庫。おぎろ金庫、いただきます。俺の荻野銀行、これなんかチャンスカードだっけ。チャンスカードっていうか、それは役札。そうです、役札。いや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 、三人札だったんですよ。いや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 、ホイッスル響け心のスタジアム。はい、これはスタジアム。そうです、埼玉スタジアム2002ですね。いきます。夢の森、はい、やばい、劣勢だな、ちょっと流れが悪い。夢の森、笑顔あふれるミューズパーク。うん、全然知らない。秩父ミューズパークのことですね。へー、ちょっとよくわかんないです。いきます。はい、折り鶴に、はい、願いを。うわ、全然見えない。よしよしよし、素晴らしい。いや、外の光やっぱ反射してんだよね。いや、僕の手前が見えないんですよ。いや、もう二人とも小賢しい。折り鶴に願いを込めて小川橋。はい、小川橋、小川橋。じゃあ行きます。はい、川越の、はい、おお、素晴らしい。あ、なんかもうお手つきが怖くて、なんか汗かいてきちゃったよ。お手つき怖。これは川越の音鳴り響く時の鐘。うーん、素晴らしいですね。行きます。はい、通船堀、はい、おお、素晴らしい。通船堀、江戸まで結ぶ川の道。うん、行きます。はい、やぶさめで、はい、やぶさめで矢を射る子らの武者姿。うん、はい、がちょっとちっちゃいんじゃないでしょうか。はい、すいません、すいません。お願いします。はい、行きます。見沼の田、歴史を映し、空かつぐ。はい、おー、全然見えなかったわ。なんかなくなったかな。一回なくなったかと思った。見沼の歌、歴史を映し、空かつぐ。はい、見沼がどこだかわかりません。いきます。はい、武蔵野の、はい、うお、すごいな、やばいぞ。素晴らしい。武蔵野の取り戻してきたね。面影残る平林寺。平林寺はどこだかわかりません。いきます。はい、メロディーに、はい、うお、メロディーにふるさと乗せて下おさかん一。なんだ、下おさかん一。下尾坂寛一、人の名前。下尾坂寛一ね。下尾坂寛一じゃないの。あ、作曲家の方ですね。あ、存じません。いきます。はい、森の、はい、いやー、トトロだよ。あ、素晴らしい、よくわかりましたね。もう絵がもう、絵がもうトトロだ、ね、森の中、トトロを探す大冒険。うん、素晴らしい。狭山ですね。所沢ね。あ、狭山なんだ。狭山事件ですね。いきます。はい、遠い旅、はい、おお、素晴らしい。遠い旅、道筋語る利根の水。はい、次いきます。はい、欅の木、はい、いや、かわいい。あの視線がそっちに引っ張られるよね。でもこれお手本じゃないですよね。じゃない。そうないですもんね。フェイク、フェイク。フェイクはありなんですね。じゃ、フェイクは。フェイクはあり。大人なんでありで。欅の木、セミも木陰の夏休み。はい。次行きます。
伝統の。はい。手でいいの。やっぱ手で。手でいいです。あ、手でいいんだ。手で合ってましたね。このあれは手だったんですね。伝統のささら獅子舞受け継ぐ子。獅子舞の話ですかね。はい。ちょっとよくわかんないです。いきます。はい。巾着だ、はい、うわーすごいな、はい、巾着だ、真っ赤に染まる彼岸花、はい、お巾着だ、行きたいんだよね、キャンプ地にね、いいとこ、いいとこらしいですよ。じゃあ、キャンプ企画行きます、はい、集中してる宇宙、はい、うわー早い、すごい早いな宇宙まで夢を届けた若田光一、若田光一さんなんですね、埼玉なんだ。そうなんだ。そうらしいですね。埼玉市らしいですね。素晴らしい。いきます。はい、眠り、はいはい。うわー難しいこれ。下にいない俺の方が指下にいないから、ね。難しいこれ。ちょっと審議じゃないですか。でも同時だったら相手だもんね、陣地が。そう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 。最初読んでた。同時だった場合は相手の陣地がいいですよね。どうぞどうぞ。本当はちょっと VAR 使いたいところ。 VAR ちょっと止めらんないんで。眠りから覚めたオニバス北川辺、はい、北川辺。なるほど、知らないですいきます。ぬくもり、はい、早い。ちょっと減ってきましたね。足か。いやもう通り越えました。また俺山が来てる。ぬくもりが富士から溢れる玉敷神社、はい、玉敷神社か。ああ知らない。知らねえんかい。いきます、はい、町民がない。おお。町民が歌舞伎役者の小鹿野町。うーん、小鹿野町を知ります。いきます、はい、栄一も、はい、思い入れ強いな。栄一さん大好きなんで、はい、ありがとうございます。いただきました。思い入れ強い。もうこれで僕も勝っ、もういいですこれ取れたらいいです。栄一も食べたねぎり二宝刀。二宝刀、うん、ちょっとよくわかんないです。知らないです。リセットしてんじゃないのそこら辺はわかんないです。いきます、はい、古墳群、はい、うわ結構いい勝負になってきてんじゃない。古墳群、武蔵野豪族眠る墓。ああ、先玉古墳ですね。あそこ大きいですからね、古墳が。いきます、はい、そびえ立つ、はい、そびえ立つ高山不動の大銀杏、はい、なるほど。いきます、はい、シンボルは、はい、これが最大。おお、そうだよね。すごい。新都心。シンボルだったんだ。読んだでしょ。読んだ。ずるい。俺は全然初見だよ。初見だよ俺。シンボルは埼玉アリーナ新都心。はい。シンボルのうんでしたね。うんなんだ。埼玉県民が誇れる埼玉スーパーアリーナ。いきます。はい。ループ橋、はい、おお、あーループ橋、仮坂こ越え、わかんねえな、もういいやいきます、はい、嫁に行く、はい、おお、嫁に行く、娘に親からキリタンス、キリタンス、春日部で有名ですもんね、キリタンス、キリタンス、はい、いきます、はい、サクー、はい、あー、どうしよう、当たったことあるよもう、おっしゃ全然違う今、すごかったね。やばいわ、聞き手じゃなかったからな。サクラソウ、可憐に優しく剣の花。くっそー、しびれも来てんじゃないですか。いや、だいぶ来てるよ、もう土台が安定してない。あと少しになってきました。土台が安定してないよ。いきます、はい、はい、林業に、はい、林業に命捧げた本田清六。本田清六さん、へえ、みんななんかドイツに留学してるな。いきます、はい、はい、
ロームソー、はい、うわ強い。ロームソー、赤土吹き上げ風に舞う。いきます。はい、和装の美、はい、強いな。和装の美、今に伝えるひな人形。うん、いきます。はい、にらめっこ、はい、にらめっこ、武州だるまの目を入れて、武州だるまの発祥の地は越谷と言われています。いきます。はい、すみきった。マジやばい、マジやばい。ああ、もう今のでもう今のでね、そう、一回解放するとさ、尻が一気に一気に流れるんだよ。ああ、もう終わった。一回膝伸ばす。座り方忘れた。座り方忘れた。あともう少しなんで、はい、あと5枚なんで、はい、澄み切った空に向かって竜の舞。はい。はい。特にありません。はい。いきます。はい。体育祭。はい、体育祭、秩父音頭で盛り上がる。秩父だけでしょ、これ。知らないです。いきます、はい、声優、はい、下ですよね、私が。 で、ね、でも見てください、この僕の豚の手豚の手どうでした。いや、僕も豚の手ですけど、この豚の手それはね、豚の手、ちょっとずつ中指ずらしてるやばいよ。ちょっとずつ今中指ずらしてるんですよ。ストップ、はい、でもね、大きい声出してるのが上手だったような気もするんですよね。これシステムなんですか。でも、その見た感じ、炎上モードが下に見えるんですよ、この審判角度からすると。どうですか、揺れてないですよね。がっつり、それ、ここにありましたよ。ありましたよ。ありました。ありました。待ってほしい。いや、そんな下に入られてる。下に入ってますね。ちくしょう。清流に生きながらえよ、武蔵富よ。武蔵富よ。知らねえな。トビウオ科の魚らしいです。巣を作って子育てするんだって。知りませんでした。いきます。はい、ベーゴマ、はい、ベーゴマは鋳物のふるさと川口さん。川口さん、川口さん、あ、そうね、多分それ、マが残ってますよね。はい、そうですね。マは言ってなかったね。最後に残るね、マが。じゃあ、じゃあマを最後に取っときましょう。はい、なんで、これで、取って2個になると。2個になると。はい、いきまーす。100、はい、ちょっと待って。あれ今のどっちですか。俺が今弾かれちゃった。弾いたんですね。百穴の自然の方向光。これ20センチにしていいんですか。ここはそこ、ちょっと待ってください。これ20センチは多分ぶつかりますよ。30センチじゃないですか、ね、フィジカル勝負になっちゃう。横は30センチですよね。そうです。この距離は横は30センチ。その距離は別に今の通りね。というか、まあ今と同じでじゃないですか。そう、今と同じで、はい、で、これはまとあどっちを読むかわからないってことで、はい、はい、よろしいですかね。はい、まとあって似てるな。発音が母音があだからな。参ります。はい、ずるいよ、まだずるいよ、まだ音だってずるいよ。危ない。参りますの間はダメだよ。行きますとかだったじゃん、今まで。俺が急に参りますになったの。行きますだったじゃん、今まで。まあ、一回落ち着いて。びっくりしたいな、もう。落ち着いて。じゃあ、行きます。はい。やめな。マガタ、はい、マガタマは過去と未来の首飾り。これはまあ、先ほど読みましたね。みどこさん圧勝ですね。で、残ったのが、朝露に濡れて輝く古代ハス。はい、ちくしょう。パラパラの下りのやつですね。そうですね。いや、役札何でしたっけ。役札はですね、左遷、左遷、勇王、左遷、勇王。王はヤスさん言ってたよね。
俺多分佐藤、うん、おいいところ俺取れましたね。いや、荻野銀行それ自分のミスです。そう、役完成してたのにな。じゃあこれ1点、1点計算、1点計算で、1点計算、1点計算で、いや、そう、それではじゃあ枚数を、はい、ヤスさんの方から18枚です。18枚はい。じゃあ、おさんは28枚です。うわ、10枚の差、10枚差か。じゃあ勝者、うんじょぼ。いやー、ちょっと、また勝負しましょう。そうですね。あ、忘れてません？え、罰ゲームがあるの。うわ、罰ゲームあるんですよ。はい。罰ゲームはその取った札の場所に行ってもらいます。はい、え、取った札の場所に行く。ちょっと待って、え、どうした、どうした、と取られた札、相手が取ったのじゃなくて自分が取った札。え？俺28ってこと？ 28 箇所。あ、そう、28箇所行ってもらう。イエーイ！イエーイ！やった！なんでだよ！あれ？勝った勝者は？勝者は、勝者は、うんじゃぼ。うん、罰ゲームってこれさ、お互い罰ゲームになっちゃってんだ。まあ、そういうことだね。闇のゲームだ。闇のゲームです。闇のゲームじゃん。どっち？え、マジかよ。はい。やったのか。なんでやったのか。実際その取ったところに行ってもらって郷土愛をもっと深めていきます。まあ確かにこれ取ったのなんかご縁だしね。そう。でも18箇所でもきついのに28箇所はやばい。28箇所やばいよ。え、ちょっと待って、これ荻野銀子さんとか、はい、これ合わないといけないんですよ。いやいやいや、歴史が感じる。ああ、ゆかりのある地、ゆかりのある地に行ってもらいます。俺なんかそしたらの秩父事件どうすんのって話だよ。秩父に行って事件起こして、事件起こしてあなたがね、やば。いや、なんか全然今のところピンとこない。スーパーアリーナ行ったところ、これ古墳に行けばいいんだ。トトロとかね。あ、トトロいいじゃん。やぶさめもこの最初の地域行けばいいでしょ。俺なんか夏祭りさんだよ。あー、俺なんだこれ。あー、サッカーのあれだ、埼玉スタジオ2020。オリンピックに。2020だ。え、これちょっとどうやって行けばいいんですか、この罰ゲームは。どうやって行く、これ、え、何、これ行きましたよって自己報告なのか。いや、もう動画としてあげます。ロケ、これロケです。ロケ、ロケか。ロケ企画。埼玉郷土カルタの赤ら馬で全部回るってやつ。そういうことです。すげえ面白そう。50問すべてがあります。面白そう。楽しみではあるね。ちょっと楽しみではある。いやー、カメラマンの庄司さんは来てくれるんですか。いや、それカメラマンですから。一番罰ゲーム。自分で行くかよ。自分で罰ゲーム。自分も行くっていう。じゃ、自分はやりたいことだからね。行きたいじゃないですか。埼玉を。そうです。庄司さんの持ち込み企画なんで。埼玉をやっぱ愛さないと。確かに、ね。なるほど。愛情深めないと。確かに。これで埼玉県全部回って。はい。愛を深めましょうと。まあ回るだけじゃね、ちょっと面白くないかもしれないんで、まあちょっとそこの、はい、まあ郷土料理じゃないですけど、なんか有名な食べ物を食べたりとか、まあそういうね、観光をしながら食べて、はい、それをちょっと学んでいきましょう。意外と埼玉県広いからな。ちょっとでも楽しみだ。旅行だ。意外となんかウィンウィンなあれですね。そうだね。なんか俺は俺で負けて。数少なくて、お前たちは大丈夫、メンタル的に。いや、大丈夫。でもさ、結局さ、ロケで行くんでしょ。そう。これさ、負けた俺も行くんでしょ、これ。いや、それはまあ、自由に。あ、まあ、行きたいところがあれば一緒に行くよ。ああ、なるほどね。強制ではない。強制ではない。ああ、はいはいはい、はい。持ってるカードは強制なんで。ああ、そういうことで。はい。じゃあ、うんじゃぼさん、よろしくお願いします。こんぐらいいる？こんぐらいいるかい。もう大丈夫。さっきまですげえ争っててめちゃめちゃその札欲しかったけど今はあ、ちょっと取ってなくてよかった。でも確かにそう言われたらあれだね、こう荻野銀行持ってってもらってよかったかもしれない。逆によくわかんないけど一枚減ったしね。これでね、視聴者の方にも埼玉県の良さを、そうですね、知っていただけたらなと思います。すごいね、自分たちの郷土愛も深めて、全然関係ないあの都道府県民に埼玉県の良さを伝えると。そう、月中どうでしたか。いや、あ、楽しかったですね。楽しかった。すげえ楽しかった。楽しかった。
すごい極めたいもんね、ちょっとこれをね。ねえ、うん、まあ、あとはこれから各所を回ってまさかこんな感じで中に地図が入ってたんで結構いいバランスで散りばめられてる、散りばめられてる。ちょっとさ、あのこのこっち側の秩父方面とかわりかしこう奥まったところって遠い、行きづらいじゃないですか。はいはい。どうですかね、この市とか持ってる市。はい。ゆゆゆゆ。はい。ゆはどこで？ゆも秩父っすね。あ、秩父の方か。こんなに映ってるの？これは結構どこにでもあん、でもまあ県庁とか、そうね、あーなるほどね、首都、首都じゃない、なんて言うの、県庁所在地、まがたまはまあ県庁所在地、県庁所在地所在地、県庁所在地とかね。じゃあ次からの企画は場所巡り。そうですね、そうしましょう。ちゃんと回りましょう。ちゃんとちゃんと、まあでも埼玉を好きになるために回るんで。そうだね、むしろプラスな話ですからね。で、皆さんにも知っていただきたいと。はい、そうですね。じゃあぜひ今後の僕たちのこれなんだろうね、企画的にね、ゼロから始める郷土愛みたいな。そうですね、そうですね、ゼロからだもんね、郷土愛をちゃんと作るということ。そういうことで、じゃあそれで多分ここに出てます、ゼロから始める郷土愛、これでいきましょう。カルタだけじゃないのかよカルタだけじゃないのかよあ、でもこのカルタもね、ぜひ。ああ、そうですね、家族と一緒に。そうですね、埼玉県民はぜひ。そうですね、やっていただきたい。これどうやって貼るのかな、なんか概要欄とかに貼れるのかな貼っていいのかな、貼っていいのかな、貼れそうだったら概要欄の方に埼玉県郷土カルタ、多分各地の郷土カルタとかもまあもちろんあると思うんですけど、僕らはこの埼玉県郷土カルタをいろんな意味で制覇したいと思います。ではまた。いや、今日もいい天気だ。おはようございます。おはようございます。後ろの人たちってさ、俺らが歩き始めてるこうやって降りるやつあの方たちの目的はあそこだったんだ上顎が剥がれるね。すごいいい温度。やっぱ時期がね、時期が時期だから